眼科医の平松です。今日は寝っ転がるなどの体勢が目に与える影響、つまり目にとってどんだけ悪いかってことについてお話しようと思います。やっぱり、緑内障だとか近視があったりすると、ちょっとでも目に負担をかけたくないっていう思いはあると思います。でその時に、私も他の動画でもいろいろお話してますけども、寝っ転がったりとか体勢によって目に圧力がかかってしまいますよっていう話をしています。横になると眼圧って上がりやすいんですね。そこで、まずは、こんな感じで寝っ転がると眼圧って変わるんですよっていうのを実験してみましたんで、それを見ていただいて、その後、なぜこんな感じで目の圧力、眼圧が上がりやすいのか、で、どういう注意が必要なのかについてお話しますんで、まず動画を見てください。どうぞ。まずは、座った状態の眼圧を測ろうと思います。右が17。左が18という数字です。寝っ転がってが測れます。右が20です。左も20っていう数字になります。次に、15度ぐらいですかね。ちょっと高めの枕でやってみようと思います。18です。19っていう感じになります。はい。ということで、見ていただいたんですけれども、データをもう一回確認しますと、座ってる時の眼圧が、右が17、左が18。寝っ転がってる時の眼圧は、両方20。だから、3と2ぐらい眼圧が上がってるわけですね。で、15度ぐらいの角度、頭の枕をしていただけると、右が18、左が19。だから、元よりは1高いんだけど、1ぐらい誤差だろうし、そんなではないってことですね。つまり、寝っ転がった状態は、座った状態と比較すると、だいたい2、3ぐらい眼圧が上がると。頭を15度上げたような枕を使っていただけると、それが、かなり防げるんじゃないかっていうのが、今回のまとめなんですよ。じゃあ、なんでそんなことが起きるかっていうのと、じゃあ枕は硬い方がいいのか、柔らかい方がいいのか、横向きがいいのか、上向きがいいのか、とかに関してちょっと深掘りしてお話しようと思います。まず、眼圧は一般的に睡眠時に上がるっていうのが分かっています。一般的に上がるんですね。で、眼圧を計算式でやると、房水酸性量かける流出抵抗プラス上胸膜静脈圧っていう風になります。わけわかんないですよね。一個一個お話します。目の圧力。眼圧ってじゃあどんな感じで決まってくるのっていうと、よく僕らがお話ししてるのは、目に入ってくる水と出てくる水のバランスで決まりますよ。じゃあ、そのバランスとはどういうことなのっていうと、まず、そもそも目に入ってくる水はどっから来るのって話です。心臓から来る。心臓から血液がバーッと流れていきます。で、そのギュッとこう出てきた血液が、動脈、血管をね、流れていって、毛様体っていう目の奥に行きます。で、毛様体から圧力かかって、房水、ここになって目の玉の中に入ってくるんですよ。毛様体までは血管の中なんだけど、そこから、いわゆるこう水の形になって、房水になって、次にこのまま目に栄養を行き渡らせ。で、栄養行ったら流れてくるのが、線維柱帯って言って、いわゆるこう、排水口ですね。で、それから管みたいな、シュレム管っていう管を通って、そして、上胸膜静脈、つまり、動脈が行って、静脈が帰るっていうのが人間の基本的な血液の流れなので、その目にある静脈が上、上の胸膜、白目にある静脈に帰ってくるんですよ。名前覚えなくていいです。要は心臓から出た動脈が目のところで水っぽくなって栄養を行き渡らせて、網目みたいな線維柱帯っていう網目と
肝を通って静脈に流れるというのがまずポイントです。じゃあこれが圧力、目の玉の中の圧力を決めるにはどうなってくるのかっていうと、まずは動脈から来て、毛様体というところで、まあ要は目の玉の中の水になる量ですね。それを、まあ、防水酸性って、難しい表現で申し訳ないけど、お水の量ってことになります。で、これがどのぐらい流れていくのかっていうと、流出抵抗。で、まあ簡単に言うと、その流れていくときの網目が抵抗になったりとかするわけです。で、一方で、流れていく先の圧力が高ければ流れない。例えばね、動脈からバッと流れて静脈に流れていくのはなんでかっていうと、静脈の方が圧力っていうのは低いから、こっちの方にバーッと流れていくと。こっちが高くなると、まあ要は、お水は低いところに流れるんだけど、この差が大きければ、シュワーッと流れると。この差が少なければ、あんまり流れないじゃないですか。ってことなんですよ。で、今回の睡眠が何が影響するかっていうと、防水の酸性量、要は水ができる量は変わらない。同じです。一方で、じゃあ、抵抗が変わるのか、網目があったりとか、肝の抵抗が変わるか、これも変わらないんですよ。一緒なんですよ。そうではなくて、お水の落差ですね。つまり、動脈から出て静脈、この静脈の圧力が上がってしまうっていうのが、今回の話。つまり、寝っ転がると、よく寝るときって、最初おしっこ行きたくなりません？これなんでかっていうと、足に溜まっているお水が、こう、顔の方に来たりとかする。で、心臓にも来る。ってことは、その分、尿が出やすくなったりもするわけです。この感じで、お水は顔の方に来るわけですよ。ずっと立ってると、足がむくむ。ね。ってことは、むくんだ水っていうのは、体の中で本来は、均等に体に分布してる水です。それが寝っ転がるんだから均等に体に行くわけですよ。ってことは、その分顔に来てなかった水が増えるわけなので、圧力は増しちゃうんですよ。つまり、基本的に人間は寝っ転がると、もう圧力って増すものなんですね。うん。で、今回僕が実験でやったのが大体2、3ってところですけど、ある研究では、寝っ転がると 1.41 眼圧が上がるっていうような研究もありますね。これ2020年の研究になります。で、この2020年の研究を見てみると、健康な成人、つまりあなたが緑内障であろうとなかろうと圧力が上がってしまう。ちなみに、この圧力が高い方がやっぱり近視にも良くないんじゃないかとも言われているんですね。で、それを見てみると、グラフで見ると、ですね、時間とともに圧力は戻ってくる。つまり、寝っ転がった途端が一番高くて戻ってくるんですが、寝っ転がってない時よりは、座ってる時よりは、まあ基本高くなっちゃいますよねっていうのが、まあ言えることだと思います。ですから、まあ基本的には、座ってたり立ってたりする方が圧力は上がらない。こんな感じのグラフが。ありますけれど。うん。まあ、これ、後で、見ていただければと思いますが、まあ、こんな感じで、まあ、座ってる、立ってる方が、目の圧力は低い。じゃあ、どんな感じになってくるのかっていうと、じゃあ、座ってるより寝てるのがダメだったら、どうすればいいのって話になってくる。これが、枕のことになってきます。枕が、高ければ高いほど、座ってるのに近くなってくるわけなので、いいわけですよ。だから、基本、要は座ってるのと変わらないのは枕の角度が30度程度と言われてます。これ実験的に。でも30度は寝るのきついです。はい。無理じゃないと思うけど、僕はきついです。なので、まあ15度ぐらいで十分なんじゃないか。15度っていうのは角度ですね。30度の角度か15度の角度かっていうところで、基本15度あれば、まあいいんじゃないかなっていうのは今回のね、私が実証した結果からもなんとなく言えるのかなっていうふうに思いますんで、まあその程度としていただいて。じゃあ、枕はどんなものがいいの？まず大切なことは、今僕15度って言ったけど、でも睡眠が取れるのが重要なので、ちょっとでも枕上げちゃうと寝れない人ってたまにいるんですよ。
そういう人は今まで通りの枕にしてください。確かに目の圧力は多少上がるけど、睡眠が取れる取れないの差に比べればわずかですから、寝れることが第一です。第一が寝れる枕であること。で、いや、結構私どの枕でもいけるんですよ。という人であれば、15度程度角度がつけられるような枕にしていただけるといいかなと思います。まあ、よく逆流性食道炎の人の用の枕とか、まあ、そういうのも市販されておりますので、概要欄にもし、それの関連があったら、載せとこうかなと思いますけれども、まあ、そういうのを使っていただくのも、まあ、一つの方法かなっていうふうに思います。じゃあ、硬めの枕、柔らかめの枕ってありますよね。なんか硬めの方がゴツゴツして、なんか悪そうですよね、圧を分けて。どうなんでしょう？まあ、これもまた実験がされております。枕。柔らかめで 14.48 の眼圧が寝転がると 17.48。硬めで 13.65 が 16.65。まあ、この研究だとやっぱり 2,3 眼圧上がってるっていう感じの研究なんですね。2013年の研究になりますけれども。っていうことを考えると、基本的には、まあ、硬めも柔らかめも、あんまり変わらないかなっていうところが今回言えることかなと思います。つまり寝っ転がってる分においてはあまり、硬さは重視しない。だから寝やすい方でいいんじゃないですか。あとは上向きがいいのか横向きがいいのか、それぞれメリットデメリットがあるのでちょっと聞いてください。上向きがよく寝れていびきもかかないで呼吸がいい人だったらベストです。ただし、あなたが夜よくいびきをかくとか、ちょっと息苦しさを感じる、鼻が詰まりやすいとか、ちょっと太ってる方は横向きもありです。これどういうことかもう一回掘り下げていきますね。基本的には、下向きに、要は、例えば右を下にすると右の方が圧が上がって、そっちの視野が悪くなる。まあ、緑内障であると、圧力上がって悪くなるとは言われている。これはいくつかの研究データがあります。ただし、睡眠時無呼吸症候群といって、寝てる時にいびきかいて、息苦しくなったら、それはそれで悪いっていうふうに言われてるんです。って考えると、まあ、横向きの圧よりは寝れる方の方が重要なので、睡眠時がちょっといびきかいちゃう人って横に向いた方がよく寝れたりするんですよ。なんでかっていうと、上向きに寝ると顎の重さで、ドンとこう、舌とかが喉側に落ちてきて、酸素が通らなくなっちゃうんですね。そうなってしまうと、ふーっていびきをかいてしまって、いびきが悪いというよりは、いびきが出てるということは、空気の通りが悪いということが言えますので、ちょっとそれは、横向きもあり。まあ、そもそもいびきかいてたら、いびき外来とか、耳鼻科さんとか、まあ、そういうところでちゃんと見てもらった方がいいですよ。それは前提なんですけど、まあ、そこで治療を受けてもなかなかね、完全にはならないことよくありますので、だったら、まあ、横向きに寝るのも一つの手段ですって感じです。一方で、あなた全然睡眠 OK、ね、問題ないですという感じでしたら、上向きに寝れればそれはいいですよっていうふうに考えてください。で、いや、どうしても目を、枕に当てちゃいそうで心配なんですって人は、ゴーグルとかそういうのをしていただくのも一つの方法です。ただ、まあ、寝方次第なので、逆にゴーグルが当たっちゃう人もいるので、そこは良し悪しだと思っていただいて、使っていただけるといいかなっていうふうに思います。というのが、まあ、基本的なお話で、もう一回まとめます。睡眠、これは大切なのは、横になると確かに眼圧、目の硬さが上がって、まあ、緑内障、血流、そして近視にとってあまり良くないことは確かです。ただ一方で一番重要なのは寝れること。なのでそれが一番。で、次に気をつけるのは枕をちょっとでも上げていただければっていう方が気をつけていただければと思います。ご参考になればと思います。よければチャンネル登録とかしていただければと思います。お願いします。